取りましょうか、したら。うん、あ、今入った。偏差値65。聞いてもないの。聞いてもないの。何でんねん。何って聞かれてる。何がひどすぎるな。車体に、あ、周りの先輩だ。人間の方が上やったとするの。だいたいネロでもファーストステージあるけんね。なんか、あんた C クラスの何でもならんときのマークでしんな。人間でもね、うん、トレード。慎太郎さんって慎太郎ディレクターっていうの。すいませんに映っていただいてね、うん、まあギリギリ頑張ってる程度と思いますけど、うん、東京ネスの会長と言ってます。はい、何キョトンとしてんねん、ね、その付き合い方ね、基本的に受け方っていうことで勝手にしゃべってたじゃん。うん、そうね、うん、おかしいんだ、おかしいんだ。まあ、星の丸が何個かって言ったんだよ。釣って取らんねやろ。釣り方の中でどうかな、なんてか、ちょっときっかけって。25歳で年収1億円。その後、建築団地の担当生命研究所のファンドマネージャーで10兆円どんどん事務所取られてるって、うん、ファンドマネージャーっていうのは事務所から、デジタル順調あるわけ。きっかけの次に、なんていうかな、慣れかな、慣れ。え、ね、おお、お前の、はい、ここにね、ここ加味されるのが、嘘をつくな。見えてる？見えない？どんなみたい？これ重要なことなんですよ、これって。見えますよ、これ。ここの。これなんですよ。見かけますよ。来て。これなんですよ。ですよね。証券会社アップします。いいよね、これで。証券会社に入られます。
旦切るよこれで。もうちょっと。え？はい。インタラさんってサイドビジネスですか？どっちがサイドビジネスですか？ディレクターの方ですか？その投資の方ですか？え？え？あ、ごめん、いじめすぎた。うん。コンピューター竹山その靴下みたいなネクタイなんか。私そわそわしてきたよね、いけんな。どうなるんだろうみたいな。富士のお兄さんとかやの、何か心配事でもあるんですか。あげなきゃいけないのかなみたいな納品で。制裁会社のものだ。ああそういうことね。でも大体作っとるわけね、セットをね。半分ずつしようかな。ああその制裁会社と富士テレビで。うん。まあ賢いですよね。うん、こっちから売りに出したわけね。うん、好きな。今いいこと言ったかもね。俺が言ったんやろうけど、そのじゃあこのレストランの費用どっちするって言った時に、うん、私払おうか払おうよみたいな。あ、いいのありがとう、俺もお金少ないから。ごめんね、もう帰るよ。うん、楽しそうじゃないみたいな。そんなんなのか。でもそんなんなんじゃない、付き合うって言ったら。結婚するほど深くないって。じゃあもう小学校3年生からずっと中学校高校と変えたってしょうがなかった。結婚するとは普通一つ目の下に住んでるし、一緒に大学生だったら。だからその取りすぎじゃない時間。7分いっとるやん。まあその友達って言え、ほら、はい、知り合いじゃないと言えとは言わんけど、友達って言え。それでいいんや。お前とは別に友達だってもんない。おさん、うまいですか、カットと切るの。ん？悪いことした？本当にいけない。いけない？何？うん、もうちょっと。うん、こっちの映像？投資パターン、うん、うん、ああ、そう、そんだけなんやろね。年利そんだけのパーセンテージなんやろ。うん、うん、何？早く剥がして、それいいから。振らなくていいから。いいから。それで実は間違いない。うん、ローリスクローリターンから。うん、開いた、早く広げてたの。な、伸ばしすぎや。いいんや、番組の後で考えとんねん。うん、早く剥げ、それよ。いいから早く。何？ローリスクローリターンとね、ミドルリスクミドルリターンで、ハイリスクハイリターン、その方ってあるんですね。もういいですかね。あ、怖くて開けんのや。あ、怖くて開けない。うん、そうそうなんですね。はい、ね、あとそのちょっと見るとそっちの画面のね、ローリスクローリターンっていうのは何ていうのかな、出過ぎたことをしたら危ういかもみたいな。なのでうじうじしてる段階。ミドルリスクミドルリターンっていうのは、私調子いいけど会話ぐらいできそうだけど、もうちょっとかな、もう一声足らないかなみたいな。でハイリスクハイリターンっていうのは、うわっとちゃったと、だっ
けど、そのもしこの後私失敗したらげっそりのその土地獄に落ちるかもみたいな、それがなんていうの、例えば自慢しすぎてみたいな、なんかもらったダイヤモンド自慢しすぎて大変なことになる、それはないとは思うけど、でその他っていうのはあのちょっとわからない、友達って言いなさい、はいはいはい、